中断期間に入ったアイナック神戸。後半戦へ向けて準備をする中、大きな変化が起こる。チームの中心であった杉田ひながアメリカのポートランドソーンズ FC へ移籍することを発表した。サイドをやることが多かったですけど、まあ、実際もともとボランチの選手ですし、まあ、代表選手でも本当に戦える選手だなって、質の高い選手だなって私はすごく思います。なんだろうな、ひなってこういつも全力でこう毎日の練習も本当波が本当に高いところで波がなく、こう気持ちも体もこう動き続けられる選手で、なんかそれを見てると、うわ、もっとやらなきゃなっていう、なんかこうあれだけやってくれる選手なんで、もうひなに言われたら何も言えねえなみたいな。なんかみんな多分ひないたら元気になるんですよね。めちゃめちゃ最強ですね。強いですね。メンタルも全部。それがなんか自分を強くこう入れた部分であるなと思いました。杉田とピッチ上で意見をぶつけ合うことが多かったという山下は、こだわり強い同士が言い合えば、まあ自分は別にそれを望んでたというか、そうなってもいいぐらいの気持ちで伝えに行ってるので、まあそれもちょっと嬉しかったんですけど、そのこう跳ね返ってきてくれたのが、まあその時、まあ、まあ、その言い合える選手がいるのはすごい嬉しかったです。その間も過ぎた外籍とか決まりました。それはちょっと想定外だった。いやちょっと日本の企画に合ってないっていうか、なんかそのまあ僕の今までの外から見てる印象でもうまく機能してないじゃないですか。ハマってないような、代表でもウィアイナックでも、もっとできるんじゃないかなっていう印象でスタートしたシーズンだったんですけど、時間がなかったのもあるんですけど、最後までもう彼女のポテンシャルを最大限引き出してない気はあるんで、ただ移籍のちょっと後押しの決め手になったっていうのは、まあ、チームとして痛いんですけど、やっぱりそういうなんですかね、ヨーロッパとか海外、アメリカとか、ああいうの力たちがぶつかり合いみたいなの方が合ってんじゃないかな、より彼女が伸びるっていう環境はそっちじゃないかなって気はありましたけど。シーズン中の主力選手の移籍は少なからず影響があると思われたが、チームは前を向いていた。でも本当にこう運動量もありますし、ひながサイドにいることによってこう守備の面でもそうですし、やっぱボールキープ能力がやっぱ高くて、クロスの精度も高い選手だったので、やっぱり前半戦ひなのプレーからこうゴールが生まれるシーンっていうのがやっぱり多かったりとか、本当にこうチームに貢献していた選手だったので、その選手がまあいなくなるというのはチームとして痛い部分はありましたけど、でもその分チャンスが来る選手もいますし、まあ、マイナスな部分だけを見てしまわないようにっていうのは私の中で考えていて、まあ、ひながいなくなった分後半戦みんなで優勝して、でひなにその報告をしたいなっていう気持ちはそこで私の中でありました。杉田が去った後、出場時間を増やしたのは水野吹奈。よっしゃ、よっしゃ。もともとその水野に関しては杉田自身も期待してたと思うんです。自分のまあ後釜じゃないですか、そのポジションでやるのは水野じゃないかなっていう意識もあったと思うんで、でマッチアップも多かったし練習で、だそういうな、そういう期待に少しずつ彼女が応えていって、ね、やっぱ今もすごいいいプレーしてますし、最終的にはまあそのポジションはまあ水野にとりあえずやってもらおうっていう形に落ち着いてるっていうか、だからまあ存在大きいですけど、まだまだですね、本人言ってますけど、やっぱり逆に水野しかできないこともあるんで、そういう意味ではまあ埋まってはいないですけど、まあ、違う形で表現できてるみたいな。今シーズンのアイナック神戸は若手選手たちの活躍も目覚ましい。
アンダー20日本女子代表候補トレーニングキャンプに招集され、加入初年度でアイナック神戸のディフェンダーに収まった竹重あかりもその一人。でも竹重に関してはもうプレシーズンマッチでその菅沢選手を、まあ、結構いい出来で抑えてくれてましたし、まあ、浦和戦だったらやってくれるんじゃないかなって期待もあったんですけど、まあ、それ逆に本当に守備ではしっかりやってくれて攻撃の得点も取るっていうのは、まあ、本当彼女のポテンシャルの高さを少し証明した試合だったんでね、うん、技術はちょっと荒削りですけど、まあ、次世代センターバックだと思いましたね。やっぱ僕の時はやっぱあれぐらいのサイズで動ける選手って少なかったんで、次世代っていうのは感じますね。僕らは、まあ、選手と距離近いですけど、もっと近いの選手なんで、もう本当山とかにすごいこういう風にした方がいいよっていう、そういう風にちょっとね、そういうプレッシャーに、ま、負けたりするシーンもありましたけど、最終的にはそういう人たちのなんていうんですかね、コーチングの成果があって、やっぱだいぶ強くなってきたなって。また高卒ルーキーを含む4人が新たに加入、さらなる若手選手たちの活躍が期待される。若手選手はもう生き生きやってほしいなっていう、なんかもうどんどんチャレンジしてほしいなって思います。あっという間に時間って過ぎてい くんで、なんだろう、まあ、楽しみながらも、まあ、これから自分のために頑張ってほしいなっていう気持ちはこの立場になって思いますもうどんどんがむしゃらにやってくれていいよって思います。まあ、もちろん入ってきた選手にも頑張ってもらいたいですし、自分たちがこうオープンにというか、もっとやっていいんだよっていう雰囲気にはしたいなと思って、はい、やってましたかね。もう若手選手から学ぶこといっぱいですよ。本当にこの若い選手たちってすごい意識が高くて、なんか頑張るし、なんかそういう選手見てると自分も頑張ろうって思うし、もうなんか感謝すらしてます。もう他もありがとうって思ってます。別れもあり、新たな出会いもあったシーズン中断期間、若手もベテランも関係なくチーム一丸となって優勝を目指すアイナック神戸。チームは新たな体制で WE リーグ後半戦を迎える。